こんにちは。トランスカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。この秋はいかがお過ごしでしたでしょうか。美味しい食材の食欲の秋をはじめ、芸術の秋、読書の秋、楽しんで学びの秋を送っています。4年ぶりにナードアロマテラピーセミナーが再開され、スローエイジングや睡眠のアロマレシピをたくさん教えていただきました。私の年代では睡眠が浅くなる方もいらっしゃいます。不眠症対策にもおなじみのアロマに少し工夫を加えて落ち着いてよく眠れる香りを作ることができます。寒い時期ですのでぐっすりと休んで体力をつけて年末を迎えたいと思います。先週末はまた別の研修で終日大阪で学んでいました。コロナ禍では人に会う機会がほとんどありませんでしたので、いろんな方とお話をして、若い方に混じってお勉強するのは気持ちも若返ります。新しい出会いもいただき、お話をすると意気投合して様々な共通の話題で盛り上がり、楽しい時間を過ごすことができました。エネルギーや周波数が同じもの同士が引き寄せるということを実感しています。月曜日27日には、双子座の満月をめでることができました。双子座の満月から好奇心旺盛になり、人と話したり、情報交換をしたりするのが楽しくなる時です。11月の満月は、アメリカ先住民の間では、ビーバームーンと呼ばれています。ビーバームーンについては以前の動画でもお話ししています。よろしければそちらもお楽しみください。今日一緒にお届けしているこちらのバラはスプレーバラのプラビーダです。プラビーダのプルは英語のピュア、純粋な。そしてビーダは英語のライフで人生です。このプロとビーダを合わせたプラビーダは純粋な人生、ピュアライフということです。コスタリカではプラビーダは挨拶でよく使われているそうです。12月を迎える前の双子座満月は、あと1ヶ月をいかに心穏やかに年末年始の準備ができるように振り返る良い機会です。オレンジ色のスプレーバラの花言葉は幸多かれ。クリーム色のスプレーバラは穏やか、淡いオレンジとクリーム色のようなプラビーダのこの色は幸多かれ、穏やかです。年末をより幸せで心穏やかに迎えるための心の準備ができますようにご用意いたしました。プラビーダの純粋な人生のエネルギーがあなたにも届きますようにお祈りいたします。12月もオンラインお茶会やリアルレッスンも行います。先日のアロマセミナーの内容も踏まえて、年末に役立つアロマクラフトを作りますので、ご興味のある方は LINE にご登録いただいて、クリスマスとメッセージをいただきましたら、詳細をご案内差し上げます。オンラインでもリアルでもお会いできるのを楽しみにしています。この動画では、人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。おかげさまでチャンネル登録をじわじわとしていただけて、ようやく170名になりました。ご登録いただきました皆様、誠にありがとうございます。おかげさまで楽しく継続することができています。これからも植物のピュアなエネルギーとともに役立つ情報をお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。